こんばんは。大阪075と言います。よろしくお願いします。最後まで残っていただいてありがとうございます。僕らはですね、インストバンドということで、主にフュージョン系の、音楽をやっています。で、まあ、カバーしかやってないんですけども、皆さんが知ってるような、曲を、自分らでアレンジして、演奏をする。ございます。特に何も考えてないんですけどね。このバンドはですね、バンド、ライブすることが少なくてですね、年に1回もしくは2回ですね。で、その理由はですね、キーボードの、上田君がいるんですけども、彼はですね、湘南から来ております。湘南、平塚市ですね。湘南って言ったらこれすぎるんで神奈川県で結構ございます。湘南ボーイですね。その言い方やめるんですから、ね、難しい。ナンバープレート湘南じゃないですか。そう言わないでください。まあちょっとシュッとしたバンドではないんですけども、これまでですね、すごく、今日は、皆さんの演奏を楽しませて聞かせてもらいました。僕らの演奏も、楽しんでいっていただければ幸いです。では、2曲続けていきますね。皆さんがよく知っている曲をまず出してもらいます。
セプテンバーですね、アースウィンド&ファイヤーですね。で、2曲目が、キルビルのテーマですね、バトルウィズアウトオアヒューマニティでしたっけ、よくなんかよくわからないですけど、そういう曲ですね、を、お送りいたしました。あと2曲ですかね。一応2曲ということで、よろしくお願いします。一応、ありがとうございます。じゃあ、鬼門の曲いきましょうか。はい、どうぞ。
今の曲知ってはる人いはるかどうか分かりませんけども、デビッド・サンボンのスラムっていう曲で、これは僕が選曲したんですけどね、思い出深い曲といいますか、昔真夜中にミュージックテレビをやってたんですね。で、その中の一環で、ライブ・アンダー・ザ・スカイっていう、知ってはるかな、ちょっとわからないんですけど、ジャズとかフュージョンばっかりやるフェスがあったんですけど、今もないんですかね。でそこで、デビッド・サンボグループがやってきて、で、それを初めて聞いたときにちょっと衝撃を受けまして、で、しかもドラムの人が女の人っていう、テリー・リン・キャリントンっていう、今も活躍してはるんですけど、まあ、すごいいいドラムを叩く人で、めっちゃ息が乱れてるこの人は大丈夫ですか、母言うてますけど、ような太鼓を叩きたいと思って、今日に至りました。で、まあ、やる機会がなかったんですけども、今回ちょっとこういう機会を得ましてですね、みんなでやろうということで、最初のベースがめちゃめちゃ難しいですね。かっこいい、かっこいい、ね、ちょっと今日も熱くなかったですけども、まあ、これは勢いというか勢いということで、まあ、ちょっと許してください。では、最後の曲になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ちょっと、ところもちょっと言わせてほしいんですけど、まあ、ルパン三世のテーマ、まあ、皆さんよく知っている曲なんですけども、今ちょっとルパン三世公開してますね、3DCG で、見られたよーという方いらっしゃいますかね。いらっしゃらないですかね。まあ、ルパン僕は大好きで、しかもカリオストロの城が一番好きなんですけども、どうしてもそれと比べてしまうんですね。で、ちょっとまあそれには見劣りがするんですが、山崎監督はですね、すごいカリオストロのファンということで、随所にこういう散りばめられているんです。ちょっと話長いですかね。はい、って僕ちょっと映画大好きでですね、まだ一言多い。まあ続きを聞いた人はだいぶ終わった後に私のところに来てくださいということでやりましょうか。はい、大阪075でした。
がとうございました。アンコール。ありがとうございました。アンコール。言葉に甘えて、させていただきます。この曲はですね、フレンズって言いまして、ジョー・サトリエ・アーニーっていう人が1980年代に書いた曲で、これも、初めて聴いた時にですね、すごい役やなと思って、リクエストしたら、片山君も知っていて、ジョー・サトリエ・アーニーっていう人知ってますかね。知ってます。なんか京都に住んではったんですかね、っていうことがあって、すごい親日家の人で、まあそういうこともありまして、最後フレンズっていう曲で締めさせていただきます。